第74回 NHK 紅白歌合戦、リハーサル、取材会、29日、9回目の出場となる乃木坂46は、お一人様天国、を披露する。山下瑞希は連続テレビ小説、舞い上がれ、に出演、乃木坂46現役メンバーの朝ドラ出演は初となった。乃木坂46を知らなかったという方にも名前を知っていただける年になりました。役名の、 くるみちゃんといろんな場所で呼んでいただけて紅白でぜひパフォーマンスして乃木坂46をもっと知っていただける機会になったら良いなと思います。一方の久保氏よりは大河ドラマ、どうする家康にご特役で出演。久保も現役の乃木坂46メンバー初の大河ドラマ単独出演となった。ちょうど1年前の紅白の時に初めて松本潤さんにご挨拶させていただいて。 今年の撮影を経て先日最終回を迎えて1年間大河ドラマを楽しんでくださった皆様から反響の声もいただいて嬉しかったので乃木坂46のみんなと今年の締めくくりを迎えるのは嬉しいですお一人様天国でセンターを務める井上和去年加入させていただいたご規制で今年で紅白歌合戦に出場させていただくのは2回目になるんですけど緊張も不安もあるんですけど この楽曲自体はツアーなどいろんなライブで披露してきた楽曲なので、ファンの皆さんのパワーや会場でもらった力を思い出しながら全国の皆さんと盛り上がっていけたらと思います。頑張ります。そんな乃木坂46の今年の漢字は、梅沢みなみは、真という漢字を選んだ。グループとしても今年の夏のツアーで明治神宮野球場で 4days を成功できたり、新しいメンバーたち、 新体制で望んできた一年。みんなが着実に自信と力をつけて過ごしてきた一年でした。新体制で紅白歌合戦に臨みたい。メンバー全員で出演させていただくのでしっかり、お一人様天国で盛り上げて締めくくれたら。